連れ去られたエルフェルトを奪還するため奔走するソルたち一行。しかし攻略の糸口をつかめぬまま時が経過していく。そんな折、思わぬ人物が来訪するのであった。力を貸せだと？そうだ。何の冗談だ。てめえらのパシリになる義理がどこにある。私とて貴様に頭など下げたくはない。しかし今回だけは他に頼るあてがないのだ。なぜ俺だ。今はとにかく時間が惜しい。道中で話す。ああ。ジャスティスは未だ敵の手中にある。このままだと復活するのも時間の問題だ。我々は奴らの計画を阻止したい。貴様はあのバレンタインを救う。お互いの利害は一致しているはずだ。背徳の炎よ、誓って関係ではない。不服ならいつでも私の首をはねろ。そんなんでてめえは死にゃしねえだろうが。シン、支度をしろ。まだ何か隠してやがる。親父勝ちだ。ストレート。なんだこいつ、まるで手応えもない。そう、力
そのうち次はその自慢の髪を引きちぎるぞ。失せろ。別にいいんじゃねえか。俺も基本何でも焼けばいいと思ってるからな。
ガキだろうが知ったことか。相手見て喧嘩を。これは緊急ですね。急ぎましょう。オペ開始です。ラミットなしだ。デュエル、ワン、やっばい。ロマンを飛べる。デュエル、ワン、こっちは、ゴンフレイム。行ってきます。未来が出るか。ワン、デュエル、ワン、ハブル、ジャイアン、ボイス、デュエル、まずてめえが医者にかかる。話はそれから。死ぬ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 
退屈させる。親父勝ちだ。ストレート。口も動きも少し黙れ。あと俺に選挙権はねえ。ジャック王は見つかったのか。そっちはもういい。代わりにもっと楽しそうなことが見つかった。何だと。貴様一体。それよりてめえの種の方が興味ある。種だ。ジャック王に何か吹き込まれたか。恨みっこなしだ。デュエルワン、やったれ。俺が吹き込まれた。ちょっと欲張りすぎた。いいわ、今はそっち側の好きにすればいい。今は一体何のことか。そうだな、私の口からどこまで話すべきか。貴様は慈悲なき刑事がジャスティスを使って何を企んでいるか知っているか。インコ野郎は真の目的を計りかねると言ってたが、人類の絶滅とかじゃねえのか。まあそう考えた。だが本来の目的はジャスティスの復活そのものだ。どういうことだ。端的に言えば人間になり変わる新たなる人類を創造すること。ジャスティスという器はその条件を満たした。そしてその器にふさわしい魂です。バレンタインを作り出した。つまりエルフェルトがジャスティスと融合すれば新人類が生まれる。その時は結果的に現人類は絶滅するってことか。あのお方はそれを阻止するためジャック王を使ってジャスティスに蓋をしようとしている。そしてそのジャック王って蓋が逃げ出した。それを捕まえろってことか。だが俺を頼る理由は何だ。それにふさわしいって言葉も気になる。ジャスティスと融合する魂には適性が必要なのか。知っての通り、ギアには素体が必要だ。たとえギアとなっても元の生体反応を継承する。要するに赤の他人がジャスティスと融合するのは難しい。なんだと。だとしたら最初のバレンタインがアリアに酷似していたのはてめえ。なぜ俺を呼んだ。少々おしゃべりが過ぎたようだ。答えろ。なぜ俺を呼んだ。親父マザージャックオン。さあ楽しもうぜ。
レイブン、久しぶりに初めまして。く、頭がざらつく。この感じは。あなたも私を捕まえに来たの？もう少しここにいたいんだけどな。そう言うな。お友達のソル・バッドガイも連れてきた。ソル？あれ、君そんな名前だったっけ？確かフレー、あれ、よく思い出せないや。でも君とはなんかもっとお話ししたいな。よし、狙い通りだ。では戻るぞ。いいよ。待て、仮面を取って顔を見せろ。え、いいけど。じゃあ飴ちょうだい。飴だ。くれないといたずらしちゃうよ。トリックはトリート。恨みこなしだ。デュエルワン、やっまー。ほら、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 前回の有限性を加速させたところまでは私たちの研究も。あれ、私たち？君は誰だっけ？もう一度やんね。Thank you.
まねて。デュエル2。さっさと次行こうぜ。シャドウブレイブ。消えろ。シャドウブレイブ。シャドウブレイブ。オリエンシャドウブレイブ。こんな戦闘能力を持っているわけがねえ。そうだ、そんなはずは。私はジャック・オー・バレンタイン。アリアの半分子だよ。そう、半分、半分。いえ、それは正しくないわ。正確にはフラグメント化されたアリアの記憶データを統合し、ジャスティス個体としての情報セクターを上書きする素体復元ユニット。礼を言おう、吐いてくれ。待て、惚れる。必ず事情は話す。あの方が解放されるまでしばし待て。いずれにせよ、これから起こることは貴様は大きく関わる。ジャスティスはアリアたってのか。